ともに遠くの未来を恐怖には真実を超えて闇の日を歌いたい。いるんですよ。意外。で、まあみんなが見て分かるように嵐で誰に似てるかって言ったらまあまあ通じるんですよね。池田くんは。おっ。まあ似てるんですよ。で、昨日僕も嵐結構好きでカラオケ行ったんですよ。そしたら行ってまあなんかワンラブとかあるんですけど、ワンラブのところでなんか桜井のマネみたいなのが流行ってまあやってたんですけど。まあそれで一緒にサビを分けて歌ったり、いきなり和樹が座ってこう組んで座ったら100年先もみたいなのが終わりだしやべえこいつもしかしてジャニオタジャニオタこれだから怖い。一回見せてみたい。見せて歌って歌って一緒に怖い。見たい見たい見たい。なかったなかった。じゃあ、俺が歌ってあげるから。はい、いや知らないでしょ。じゃあ、学園祭で踊ったあれやって。あれね、あれね。一回目と僕は甘いそうそういつちょっと切りがいい。割とバーガーのバーガーのちょっと笑うよ。まあそんな感じで、まあ、ゴーゴーっていうバンドが鹿児島のバンドなんですよ。まあ、みんな結構古いバンドなんで知らないと思うんですけど。俺らの青春やな。
絶対青春じゃない。まだ僕と1個しか違わないでしょ。いや、あっても俺バリ青春やったんだけど。で、まあ、鹿児島のバンドで、まあ、ここ鹿児島で結成されたバンドなんですけど。闇に嘘です。いや、本当です。で、まあ、次やる GOGO の C7 って曲は僕の中でも思い出がすごく、まあ、そうでも深くない曲なんですけど。まあ、でも GOGO の中で一番好きでもないんで、次演奏します。